ではこのラムダの秘宝4つのを探していこうと思います。こんなところに本が以前からあったのだろうか。ハイラル城より奪いし6つの秘宝宝箱に収め隠した地を記すラムダ。異世界より訪れし旅の商人の頭巾はカズリュウコ勇気の泉を喰らう竜の右手に、大海原をめぐった風を操りし勇者の青き衣は縁側が生まれしところ、縁側影の王を戦勝せし者の兜は双子山の南に潜む枯れ木谷の沼に、大魔王カタルイシ悪霊の甲冑はフィローネの樹海に隠す。一つはフロリア湖より北に連なる三つの滝の底、一つはフロリア川小さな滝に挟まれし橋に、一つは樹海リベラ砕かれし石の鳥。おー、これちゃんとこうやって見るの初めてかも。前は完全にコログ目当てにいたし。これ右手だよね。カズリュウコ勇気の泉くらう竜の右手、これが多分右手だと思うから、右手にあった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 、これだ。よいしょ。イエーイ、ラビオの頭巾。ラビオってどれに出てきたの？神虎 2？ 壁画になれる、壁画になれるの？不思議な腕輪を持つ、ああリンクタンがリンクタンがなれるわけじゃないのか。壁登りの横移動が速くなる横移動が速くなるんだなるほどね。手に入れた。でさ、今私初めてっていうか、ちゃんと見たの初めてだからさ、あの上書きに、木の上書きになる、木だけに。コログ今お面とかつけてないから、あーこれです、これです、私これを探してました。オッケー、あ、ごめん。あ、ごめん。次は、大海原をめぐった風の操り師勇者の青き衣だから、風のタクトの子ですね。縁側が生まれしところというわけで、今、縁側にいます。で、生まれしところだから、上流のことじゃないかなと思うんですけど、ここかな。懐かしい。ここはさ、私散々さ、コログのための石を探した場所なので、とても身に覚えがありました。あ、怖い。あ、なに奥田がいる。よいしょ。開きまーす。青いエビシャツ。でもね、トゥーンリンク、カラーしたらちょっと伸びてるけどね。風の勇者が故郷の島で身につけていたシャツ、その勇者は風を巧みに操り梅を往来したという、簡単には手に入らない城のようだ。イエイ、早速着よう。そうだね、やっぱり、うん、まあしょうがないよね。ドゥーンリンクは、あ、厚さガードなんだ。まあ、確かに涼しそうよね。落としてた。なんか不思議な格好になってるリンクタン。次は双子山の南に潜む枯れ木谷の沼というわけで、もうすぐ分かりましたね。これすごい私覚えがある、ここだと思いまず、あ、このコログにすごい苦労したからね。で、あった。え、これ、あんまり頑張んない方がいいよね。よいしょ。
開けます。ザントの兜、黄昏の世界に君臨し冷酷非情と恐れられた戦王、その戦王が身につけていたと身につけていた兜と言われている。簡単には手に入らない貴重なものだ。イエイ。前さ、あの2本の柱、木の間に何か通したらコロゴ出てきたことあったじゃん。でも今思ったんだけどさ、コロゴのお面してるのに反応がないからいないってこと？それとも遠いものにそういう通す石みたいなのがあるから反応しないのかな？どっちなんだろうと思いつつここから離れます。失礼、撮ってなかった。かつて大魔王が自らもし作り出した悪霊がまとっていたと伝えられる不気味な兜、簡単には手に入らないファントムガノンの兜、ここにありました。割とね割とあのなんて言うんだっけ、手当たり次第、そう手当たり次第やってました。はあ、大変だった。で今な、一つ目のやつやってたんですね。で次、フロリア川、小さな滝に挟まれし橋、痛い。小さな滝に挟まれし橋、あ待って、小さいのは橋じゃなくて滝だった滝だったか。あでも挟まれてんじゃない、下かな。お、マックス。あ、あった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 。お、これだ。よっしゃ。はい。かっこいいね。次。樹海レベラ砕かれし石の蝶。あーなんか壊れてる像みたいなあったね。どこだっけ。あ、像ってこれのことかな。これだ。もうこれが頭ない。あ、これだ。よいしょ。ちょっと疲れてきちゃった。おお、かっこいい。なに？静かさなの、これで。骸骨変装、武器、骨武器得意。おお、ガノンですね。走り方が全然ガノンじゃないんだけど。なんだこのギャップは。ゼノブレイド2のミニチャレンジをやっていこうと思います。最も大きな橋、中央から南の夜空ということで、最も大きな橋っつとハイラル大橋だよね赤い月が来ているんだが、南の夜空でしょ、中央から南の夜空。まだ中央じゃないかな。南の夜空を見ればいいんだよね。この上に登ってみて、あれそんなバカな、そんなバカな、おかしい、おかしいよ。南の夜空、待ってよあ、待って、私ちょっと待って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 、私これ欲しい欲しい、角欲しい、角欲しい、ちょ待って、ちょ角だけ、なんか素材いるんだったよね。もう全然もう数ヶ月前のことなんで、もうさっぱり忘れてるんですけど、多分角が欲しい。待ってよいしょ。あーいけるかな、角欲しい。ほっ、あー、角か、それは。
ありがとう。なんか落ちてる。なんか落ちてる。赤いの。何あれ赤いの。あ、これ角じゃない？あ、角でした。何あれ。めっちゃ音鳴ってる。キーン、キーン。これゼノブレイド2のやつ？サルベージャメット。お、コラボゼノブレイド2。雲海に沈むお宝を集めて暮らす少年の必需品。簡単には手に入らない貴重な品だ。まだ全然ゼノブレイド2をやってないんだけど、雲海に沈むお宝を求めてんのね。トレジャーハンターなんだ。じゃあ次。ドクロの左目から東の夜空。あ、全部夜空なんだ。ゼノブレイド2ってなんかこう夜がキーワードなのかな。ごめんね、全然知らなくって。夜に東の空。さっきライネルと戦ったんだけど、ライネルね。久々にノーダメで倒せた。さっきあれ見れなかった。すごいすごいすごい。完全になんか完全に落ちてきてましたね。あの、置いてあるっていうより落ちてるんですね。なるほど。もう人気すぎるよ、私。私人気すぎるよ、いろんなところから。わお。サルベージャーボディ、あ、主人公が着てるやつか。そっか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 、なるほどね。よし、じゃあ次。貫かれた高き雪山の山頂。貫かれた高き雪山。まあでも高いっつったらヘブラ山脈かな。山頂っつっとここか。じゃあちょっと登ります。よいしょ。貫かれた高き山頂から南東の夜空。南東。お、落としてる落としてる。あ、あったあったあった。音聞こえるのにみたいな。オッケー。ネルドラさんもいる。え、ネルドラじゃないや、あれオルドラだ。よし、これで全部揃うね。わあ、上に。よいしょー。オッケー。レッグですね。泳ぎスピード。オッケー、コンプリート。天気良くなってきたー。朝日のリンクタン。というわけで、集めたやつ来ましょうか、早速。増えたね。私、アミーボ、新しいやつ、まだ集めてないっつうか、かざしてすらないからさ、集めなきゃな。で、どれだっけ？これだ。うん、かっこいい。なんか出勤って感じしない？しないか。かっこいい。あ、ちょっと待って。武器外そう。うん、かっこいい。いいねー。ファントムもいいね。でもやっぱどうしてもさ、あっちのガノンさんを思い出してしまってさ、なんだろう、なんか刀身と走り方に違和感しかないっていう。うん、なんか変な感じがするね。うん、
って声変わってる。変わってないか。え、今うんって言ったのが声が違うように聞こえたけど気のせいか。ゼノブレイドクロスのやつ、あ、ゼノブレイドクロスじゃない、ごめんなさい、ゼノブレイド2ですね。クロス2がお待望にしすぎて。あー、なるほど。よくさ、こういう股が開いてて、なんかボワッとした感じのズボンのデザインってよくたまに見るけど、どういうどういうあれなんですかね。そこ寒くないのっていう。そっか、一応サルベージだから下ウェットスーツかなんかなんだね。すごい、帽子が動く。で、頭がサルベージのヘルメットみたいな感じになってるんだ。なんでゼルダの伝説でそういうの確認してんだろう、私。うん、まあいいんじゃないですか。びっくりしたけど、こう色変わるのかな。変わらなさそうだな。どれが似合うかな。どれが似合うかな。ザンとトワプリでもつけとく。どう。どうかな。あ、え、ん、トワプリないんか。そっか、トワプリのやつないんだ。ラビーを、まあちょっと初期っぽいから。あ、この格好すごいっぽくない？この格好いいわ。風たくっぽい、なんかこう、なんかラフなリンクタンって感じでいいかも。世界が平安になった後ですな。これいうのできるんかなと思って見に来たよ。できない。できないわ。これ読むの忘れてた。ハイラル各地に落下した赤い流れ星を3個すべて見つけた。ゼノブレイド2の世界では危険を冒して雲海に潜り、沈んだ遺物を回収する者をサルベージャーと呼ぶ。手に入れた3つの装備品を身にまとえばサルベージャー気分を味わえるだろう。妖精サルベージャーしていく、これ。どぼーん。まあゼノブレイド2は動画にしていこうと思うので、まあよければ見てください。はあ、いいわ。いいわ。というわけでですね、さっき見てたんですけど、いやー、なんか言ってないとこたくさんあるなと思って、どうしようかな。なんか動画時間余ってるだろうから、どこか冒険しようかなと思ったんだけど、そうそう、あとね、思ったのが、私普通にこの何、登山道を普通に歩いてってないっていう。普通に歩いてってないからさ、逆に気になるっていう感じなんだよね。一目散に塔に行っちゃったんだっけ。一回ぐらいは歩こうよみたいな感じじゃないこれ。それすぎ。一から村人増えないのかな。増えないんかね。なんかちょっと追加のクエストあったら嬉しかったな。なんかこうマグマ溢れそうだけど、溢れそうで溢れてないね。もし溢れたらさ、あっかり地方最悪じゃん。あっかり地方大変なことになるよ。ここだ。ここに来てみようと思ったのでした。あれやっつけよう、めんどくさいから。熱くさせられちゃうと。
い。ここメテオロット、メテオロットだからの、え、いないんです。あ、宝箱いっぱいある。ここも町が、町っちゅうか村だった、それとも偏屈なじいさんが住んでたりするのかな。村っぽくはないか。この辺、あ、ここのなんか北に住んでる おじさんはとても頑固でみたいな感じになる場所ですね。こっちはなんだろう、教会とか。ふふふふふふって言っておるので、あ、持つ、入れたくはなるけど入れたくはなるけど、入れるやつですか。あ、入れるやつです。にゃー、スタートボタンじゃないと。コログが今何匹かわかんないけど、600いってないぐらい。900いるんだよね。わおわお、先長え。改めて考えると先が長い。よし、来た、ちゃんと来た。こうビヨーンと流れ、お、こっから先行ってないんですね、メインストーリーで。あ、逆走してる逆走してた。あ、まあまあいいでしょう、逆走しましょう。いると思ったらガーディアンいる。私ガーディアンが嫌でここ通らなかった。いやー、でもどうだろうね。もうそんな予想してるとは思えないんだけど私。弓がないんですね。あ、弓ありましたわ。ほい。これなんか全然疲れないんだけど、このマスターソード結構使ってるのにな。もうなんか極意、あれ何だったのっていうぐらいめっちゃ楽勝なんだけどすごーい、さすがだねマスターソードは。あっちゅうまです。というわけでね、ここをね一回でも取っとこうと思ってストーリー中に通った手で今から私は通ります。そっか、一番最初さ、うん、今なんかそんな雰囲気を感じた。あれだそう、風車の音するなと思って。あー、さすがのゲルドの弓ですら。オーケー、三発か。にゃはは、上に乗って距離を稼いで、よし、転ぶのお面ありがてえ。初めて火山来た時さ、全然転ぶ見つけられなくって、本当にいるのって感じだったけど、やっぱこうちょっと頑張って探そうと思って気をつけてると、まあ、だいぶ見つけられてるような気はするよね。ここちゃんと道ですここは道ですよ。なんだって？ 2 号高音レベル1、一個だけね。ああ、こんなとこあったんだいや、通ってない人多いって、絶対ここ通ってない人多いって。結構ガーディアンの跡あるんだね、物々しいね。だってね、なんかいろいろ考えちゃうもんね。よっ
ースいっぱいいるじゃん。キースの羽、ファイヤーキースの羽だっけ。いる人はここおすすめです。もうみんな終わってると思うけどね。私だって終わったし、ファイヤーキース。めっちゃいるじゃん、5匹もいるよ。なんか1匹か2匹のところを往復してたような気がするんだけど、私。今までの何かを埋めるかのように私はファイヤーキースと戦っていく。当たらない。わっ、めっちゃいる。ちょっとなんでこんなにいんの。わっ、すごい。なんかだんだんへこんできたんだけど、私めっちゃファイヤーキース探してたのに。ファイヤーキースってキースが炎をまとったらファイヤーキースになるのかな。あ、夜になった。確かに夜光石光ってるわ。で、あれだね、あのガーディアンが、私がホコタイプを初めて倒したやつなんじゃなかったっけ、確かね。というわけで、無事に埋められたんじゃないかなと思います。はい、というわけで、今のは完全に動画の尺埋めで冒険しましたが、まあ楽しかったですね。突然ですが、お披露目したいものがあります。じゃーん、みんな買ったかな。4A 血のアミーボです。これセットなんですけど、これが良すぎて未だに開けてないんですよね。1ヶ月ぐらいずっと飾ったまんまです。で、この動画を通して意を決して開けてみようかなと思って。これがあれです、鑑賞用と使用用みたいな。うん、1つは開けずにそのまんま壁に飾っとこうかな。1つはまあ、あーでもな、どうせこれ開ける、もう開けたくないんだけど、これ開けたくない。というわけで、ちょっと今から開けていこうと思います。どうやって開けよう、これ綺麗に開けたい。開いたけど、あ、こうやって取れる。オッケーオッケー。最悪、あ、でも下から開けた方が良かったんかな。もう最悪入れられる。なんでアミーボ、アミーボさ、こっからピリって剥がしちゃったらここがさ、ピリってなっちゃうじゃん。これが嫌。というわけで、4つとも開封しました。すごい、出来がめっちゃいい。出来がめっちゃいいよ。プラス、ドドーン、見えるかな、上から撮ってるもんな。これ100均で買ったケースなんだけど、入りきってないっていう。なんかいろいろ買った。一番最初3つか4つぐらいだったんだけど、買い足した。任天堂のショップがさ、ちょこちょこアミーボ追加してくれてて、そん時に買いました。で、まだその、ちょうど私がクリアした後に買ったからじゃない、届いたから、まだ全然アミーボ通してないんですけど、まあいろいろ装備があるみたいですね。まあついでに出すと、開けてないんだよね、これとか。これはスカイウォードソードのリンクタン。で、これが最近出た、トアプリのリンクタン。で、あと前買ったやつなんだけど、エンドロイドのリンクタン、これはあれだね、ムジュラだね。で、エンドロイドのトアプリのリンクタン、これなんか開封動画作ろうかなと思って、まだ未開封のまま置いてます。といった感じのアミーボ動画でした。なんかひどい。
すいません、こういうの慣れてないから。